配信の男女秘密って多分みんな引くと思うよ。俺の配信の男女秘密たら。最近マジでちょっと、悠々しき事態が起きてるから。女二桁っていう時があったの、なんか一時期。マジかよと思って。あー、うち見れねえよ。メールアドレスとパスワードが違います。せえ。いやでもアンケートだとさ、なんか、正しい男女比って見れない気がするんだよな。俺の配信の男女比、見たいか。例えば昨日、男36,870に対して女1385。これ男女比いくつ？これでパーセンテージどんぐらいなの？わかりやすい、あの、あれでいくと。昨日男性36,870に対して、30対1ぐらい。毎回こんぐらいだよ。なんで、この日どうしたんだ？この日なんか俺女にモテてんな。俺8月27日何した？ 8 月27日俺何した？あ、ゲームか。まあ、女の子ゲーム好きだからね。伸びはぜ、栄冠？伸びはざ？男女比ってまあ、多分アカウントに基づいてる感じだろうね。おい、チンポの影選手権の日見ようぜ。おい、チンポの影選手権でいつやったっけ？いや、その日の翌日を見たいな、俺。あれ、いつやった？8月 15？ 俺の誕生日の前日何やってんだ俺は。一体全体。そんな31歳でいいんでしょうか？終戦記念日に。あれ？じゃあ8月の推移をじゃあみんなと見せてあげようか。俺も手が見てえわ。はい。ああ、なるほど。ビップマリオやった翌日。なるほどな。わかりやすいな。やっぱこうやって見ると。なるほど、なるほど、なるほどな。やっぱじゃあ新規の女の子見てくれてんだな。マックスで差が開いた時は、男6万に対して女3000。この辺とか、8月7日って俺何やったの一体。8月7日って俺何やった？ 5% ぐらいか。でも だいたいこんぐらいだよ。だいたいこんなもんだよ。うん。パーセンテージって。まあ、90% ぐらいだね。この人が多いね、でもね。だこの辺ビップマリオやってるでしょ、俺。で、ビップマリオ終わったらちょっとやっぱりさ、女の子がさ、あ、こういう生主いるんだって気づくじゃん。おーって、この辺、チンポの影っていつ？ 8 月 15？ あ、でも結構女見てんな。スケベな女がいっぺん見てんだな。あ、パワープロ8か。あー、なるほど。あ、確かにこの日、なんか日またいでパワープロやってた日だ。気違いみたいに。あー、なるほど、なるほど、なるほど。わかりやすいね。8月15日にチンポの影でしょ？なるほど、なるほど。
この人が絶対なんか女の子受け企画したんだ。俺7000人見てるよ。6万に対して10対1だぞ。10%。8月3日。俺何したんだろう。あ、料理枠か。はぁ、なるほどね。あ、アウトラストか。え、違う、アウトラストって初日でしょ ?1 日だよ。1日、1日。アウトラストやったの1日だよ。料理やったんだ。でも大体俺の男女比ってこんなもんだよ。元見てえだろ。昔から。いつまで遡れるんだ。1年前までなの。悲しい。入会数ってどこで見れんの、みんな。どこで見てんの。こうやって見ると、こうやって見るとやっぱ今年8月頑張ったんだな、俺。あ、でもなんかあんまり変わってねえだな、俺ってやっぱ。これとかやべえだろ。おい、去年の5月12日、今年の5月12日何やってたんだよ、俺。男6万に対して女943だぞ。何をしてたんだ、俺、この日。一体全体。おかしいだろ。ほとんど見てねえじゃねえか。あ、クソゲーハンターね。なるほど。よかった。あ、一応キャリアハイだったのか。このアクセス数が何を意味するかわかんないけど。まあなんか、興味深いデータだわ。以上です。じゃん。